はい、どうも皆さん、こんにちは、ナグモです。はい。いやー、ついに来ました。メタルギアソリッド5グラウンドゼロス。もうね、待ちに待ちましたね。はい、私、メタルギアソリッド4を結構やり込んでおりまして。はい、それで、今回はね、こちらメタルギアソリッド5のグラウンドゼロスの方をね、ぜひやっていきたいと思います。はい。いやー、本当にね、楽しみでしょうがなかったですね。はい。夜も眠れませんでした、ほんとほとんど。ほとんどね、夜も6時間くらいしか寝れませんでした。よし、やっていこう。これはね、いろいろなミッションができるらしいんですよね。まずは、まあ、チコとかを救出していくということが目的ですね。ノーマルとハードがあるんですけど、どうしようかな。あ、ノーマル限定か。はい、わかりました。じゃあ、ノーマルやっていきたいと思います。やばい。もちろん、こちら、日本語版です。はい。基本私が、なんだっけ、英語版やることはほとんどないですね。はい。なるほど。世界がまだ、西と東で、あ、東に分かれて、対立していた、もう読めない。ちょっと自分で読んでみてください。彼女の最後の、あ、はい。じゃあ、ちょっと読んでみてください。OK。こんな感じか。そうですね。はい、まあ、この辺はサーチライトがやるとか、その辺は OK ですね。はい。では、ストーリーのか。おぉ、ちょっと待って、動くのね、初めてですよね、これは。あ、やばいやばい。おぉ、ちょっと待って待って。いきなり死ぬかよ。いやー、この完全にミスったわ。え？どっから？あ、こっからか。なるほどね。こういうことかね。なるほど。四角ボタンで、こうやってこう。あのね、L1 で、あ、R1 で。こっちか。その双眼鏡には指向性マイクがついてる。マジで？視界に捉えたものの音も拾えるはずだ。はいはい。警備兵だ。おぉ。はい。戦闘はできるだけ避けるんだ。よし、わかりました。じゃ、とりあえず大体状況を把握しましたね。打つボタンがこれか。姿勢を低くしておけ。操作方法はポーズ画面で見られる。なんかね、前作よりね、動きがすごい、滑らかですね。こちら。あ、左右に平行移動ができる。なるほどね。素早く移動することもできるぞ。こちらは、L2 で、こちらプレイステーション4版となってますね。はい。おそらくタイトル見てる方ならわかると思うんですけど。てか待ってこれ。ライト消せないの？あぜ！バレた！早い！ちょっと待って、操作説明中だ。まだ。まだ操作説明中だ！やめろ！操作説明中だって言ってんだろ、こら！おい！操作説明中だ。ほら知らねえ。ほら知らねえ。うわ、ちょっと待って。いきなり待って、操作説明中にさ、攻撃するのやめてくれないかな。ちょっと、実況ってものこの人たち分かってないわ。もういいよ。こうなったら、こうなったら、こうなったら、こうなったら。もはやすね、ちょっと潜入じゃねえ、これ。潜入じゃねえよ。ちょ、潜入じゃないし、うわ、死んだ。ですよね。ちゃんと潜入しよう。よし、OK。うんね、いきなりこれはまずい。よし、やっていきましょうか。いやー、すごいね。さすがにメタルギアを2年間動かしてないと。1年間動かしてないと。1年か2年動かしてないとね、さすがにね、なまるわ。腕落ちるわ。やばいね。何が見える？コールボタンでこちらから情報を伝える。警備兵だ。見つかるな。戦闘はできるだけ避ける。はいはい、戦闘避けましょう。さっきみたいになったら困るから。姿勢を低くしておけ。おい。操作方法はポーズ画面で見られる。大丈夫か？降伏中に武器を構えると。あ、これがポーズ画面。平行移動ができる。素早く移動することもできるぞ。すげえ！タッチパネルなんだけど、タッチパネルがね、超画期的すぎて。よし。段差を登るには、アクションボタンだ。はい。OK。こいつをちょっと倒しましょう。まずは。
するこれどうするえどうすんのどうすんのとりあえず手あげろとりあえず手あげろそのまま手を下にあ、違う OK で、気絶かあ、違う、殺しちゃった違う、殺しちゃダメじゃん殺しちゃダメだよねそれはそうだよねダメだ、まあいいかえ、これ何丸で担ぐのか、ちょっとこれはどうしようかなこの辺に置いとこうこの辺に置いとこうこれいらないこれいらないんだけどあ、ごめん投げるの荒かったね荒かったね投げるの荒かったねこっちに飛んでけよし OK で麻酔銃に切り替えたいんですけど麻酔銃に切り替えるにはどうすんだこれは違うかどうやって麻酔銃にあ、これかなるほどねあーこれが空の弾薬で気を引きつけたりするやつだね。で、これが、これで、こうで。あ、これ下が麻酔銃か。なるほど。あった。麻酔銃が一番ちょっとね、メタルギアの中でね、最もおそらく使うと思う、銃ですね。私よく使ってました。まあ、皆さんがどれ使ってるのか知らないんですけど、私は麻酔銃使って。敵兵士がエリア外に移動どこだとりあえず、よく見ながら。おぉあれ殺せないかな。ほう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 。ちょっと待って。なるほどね。はいはい、わかりました。よし、ちょっと降りて、隠れて。え、どこだ？危ない。できる？アドバイスが必要なら連絡をくれ。そっか、そうだ、メタルギアソリッドの時はね、ソリトンレーダーって呼ばれる、レーダーがあったんですけど、こっちないんだね。ちょっと、お前寝てて。オッケー。おお、行きます。はい、これなんか痛そうだから。寝てる敵ぐらいは別に隠さないでもいい気がするんだけどな。どうしようかな。こいつ寝てるんだけどさ。寝てるんだけどどうする？見えねえしまい。どっか消えろ。ん？大丈夫か？なんか武器持ってない？武器持ってなさそうだね。いや、武器持ってないからこいつほっとこう。こいつほっとこう。どうしよう。おーい！マジかバレた違うどうやってんの移動が、あ、ミスった移動が、あ、死んだいやー下手ですね少なくともうまくはないわでも操作方法が慣れないわまず操作方法慣れよう、うん、そうだねそうだね見つかっちゃダメなんだあこれで走れるのか分かったおこれで押し込むと走れるみたいですダッシュができますねはいじゃそこがね分からなかったそこに一体とでもそこに今いたよないたけどあいつ寝てんのかな寝ててくれればいいんだけどなちらどこだうわあそこにいるなちょっとこっち側から来ないかな敵は敵来ないようならうーん二人寝かしとくかまずは OK でお前も寝とけあれあれ当たったえっ何さあ今作さ敵が強いよね敵がね強い気がする
今敵降りてきた。降りてきた。あ、寝た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 。いるね、あそこに。その敵を一回倒そう。オッケー。寝た？寝た？寝ろ！おい、寝ろ！寝ろ！おーおーおお、なんかすごい、フラフラしてる。オッケー。敵そっち側にはいないよね。よし。オッケー。じゃあ、あのライトをとにかく回収だ。回収じゃねえや。あのライトを壊しに行こう。これ壊せないの？これ。これは壊せない？あ。慎重に行け。なるほど、覗き込み。覗き込み。おー、とりあえずそんなに敵はいなさそうだね。さっきそこに一体敵がいたけど。あ、ちょっとあれがいるな。どうした？オッケー。オッケー。当たった？当たった？お、怖い！敵いる！やばいな。すごい、メタルギア4を初めてやった時を思い出すわ。あ、寝た寝た。寝たね。どうしようかな、これ。え、死んでる？もしかして。麻酔薬打ちすぎた。あ、死んでるわ。え、死んでるよね。嘘でしょ？これ死ぬの？麻酔銃って打ちすぎると死ぬ？まあ、リアルにやったら死ぬけどさ。そんなリアリティあるの？これ。あ、死んでるよ。あ、死んでない。大丈夫。生きてる。生きててよ。で、これが今作あの追加された車ですね。これ車乗れる、確か乗れます。はい。怖かった。死んでるかと思った。よし。これ車寝れますね。よし。じゃあちょっと突っ込んでいこうよ。旧収容区画だ。ターゲットはそこにいる。ここにいるんだね。ターゲット。ちょっと、こんだけの移動距離別に車行かなくてもよかったね。ゆとりか。やばいね、スネークもね、そろそろ年だからまずい。あ、アマンダと連絡がついた。あ、アマンダ、アマンダいたの？事故からの救援要請無線を聞いてもらった。あ、そうなんだ。アマンダのは弟が嘘をつく時の喋り方だと。それからあんたに伝言だ。どうなっても覚悟はしてると。あ、そうなんだ。明るい声だった。あっぶね。あ、ミスったミスったミスった。危ねえ危ねえ。他に敵はいそうじゃないんだけどな。そこか。ここな、グレネードかなんかあればな、もっと楽なんだろうけどね。これ上に敵がいそうな気がするんだけど。サージライトだ。そいつでターゲットを探してみよう。ああ、これ、え、探していいの？危ない。なんかミスったし。なんかね、ちょっとね、あのね、操作が滑らかすぎてね。操作結構きつい、これむず。え、あ、なんかいる。あれ、そうなの？あ、こっち。チコだ。あれ、チコだね。チコっぽいね。なんかさっきあのプロモーションビデオで見たあれとちょっと似てる。チコ行ってみるか。どうだ？チコ！チコ、どっから入るのこれ？おっぶねー！おっぶねー！おっぶねー！なんかこれ！てか、敵視野広くないっすか？なんでリアルの人並みの視野を持ってんだ、こいつら。ほんとに。そこゲームでよくない？会場会場会場、早くしろ、早く早く早く、スネークスネーク、キーピックキーピック。オッケー。怖いな、本当に。あ、ちょ、キーピックキーピックキーピック。ん、あれ、キーピックしなくてもいいの？チコ大丈夫？生きてる？大丈夫、大丈夫そうだけどな。大丈夫かな。なんか来たかと思った今。
俺だ。おい、クルナ、どうしたの？麻酔銃で眠らせろ。うわ、やばい、早く眠らせろ。麻酔薬で。うわ。どんだけ、えぐい。痛そう、すごい。首のあたりが痛そう。大丈夫？あ、気失っただけ？殺してないよね。さすがに大丈夫だよね、スネーク。あ、オッケー、大丈夫そうだね。あ。どうした？地下を見つけたぞ。オッケー。いないよね。パスがいない。ああ、いない。地下は歩けそうか。ちょっと待て。チコ大丈夫？え？これは無理だな。ああ、ボルト？振られてる。ボス、予定を変更しよう。まずチコをランデブーポイントまで運んでくれ。はい。落ち着いたらパスの居場所も聞き出せるだろ。いやー、なんかちょっとやだね。拷問のエグさってものを。やばい、エグさがよくわかる。あ、なんか鳴ってるし、やばい。ちょ待って、え、嘘っしょ。なんかいるよ。いるけどさ、これさ、どっか違う場所ねえの？どっか出れる場所ないの？ここ以外に。ないか、ないな。チコちょっとさ、あ、担いだまま撃てるんだ、これ。ああ、オッケー。しょうがないよね、そこしかないよね。あそこランデブーポイント。そこか。逃走だな、いるな。いるぞ、そこに。いる。当たった。あぶ、これちょっと標準むずくね。狙うのむずい、これ。やばい、あと残り少ししかないよ。寝た？危ね。寝ろ、お前も寝ろ、そこで寝ろ。寝ろ。これ標準どこ狙えば。オッケー、寝た。海にはさすがに落ちないよ。ああ、怖い。すげえ怖い。あ、そこ、パスが死んだってびっくりした、今。なんか言わされてるやつかな。ここ、え、来たらオッケーじゃないの？あ、ターゲット下ろせばいいんだね。こうか。オッケー、大丈夫？大丈夫？え、何それ？もう死んだ。これいつ録音した？もう死んだ。やだな、これ。洗脳だよね、一つの。もう洗脳だよ、こんなの。ちょっとやばいな。よし、端末からヘリを呼んでくれ。回収に向かう。はい、どこ？端末からヘリを呼ぶ？どこにヘリ呼ぶの？ヘリ呼ぶ地点がここ？え、行けんの？ヘリとか。あ、
てか動けるし。あ、ごめんごめんごめん、チコ踏んじゃった今。足大丈夫？バキっていってない？え、どうすんのこれ。うん、コンパス。もう一回いいっすか。ここで、まず、あ、書いてあるし、メニューって書いてある。ミッション情報。OK。なるほどね。で、これか、ヘリを呼ぶ。あ、カセットテープの再生。ヘリを呼ぶ。あ、支援ヘリ？これ？どっち呼ぶの？どれ呼ぶのこれ。支援ヘリでいいのかな？この辺に呼んでくれればいいかな。よし。要請を受領した。OK。ちょっとじゃあ、大丈夫かな？バレねえ、敵柄。でもみんな敵寝てるよね、おそらく。多分敵寝てるから問題はないと思うんだけど。ちょっと、チコ、あ、どうしたチコ。ちょっと待って、これダメ。これダメ。これダメでしょ。だって、顔が、待って。ちょっと待って、なんかこれバグかな？バグかもしれない。いくよ。ここで、丸ボタンを押して下ろすと、ほら、めり込むんだけど、なんか、えぐいこれ。なんでここだけめり込むの？ちょっと皆さんも試してみてください。バグかなんかはわかんないんですけど。やば。ただのおそらく、バグじゃなくてただのあれだと思うんだけどね。いくらなんでもすごいな、これ。よし、OK、大丈夫？周りに敵いないよね。おぉ、よく、ここまで到達できたね、君たち。お、出た出た。ちょっと、行くぞ、早く。行くぞ。行くぞ。行くぞ。乗んないとおそらくやばい。どれだ？三角ボタン。丸？オッケー。チコ回収。チコ回収したら自分も入ろうよ。すげえ。ヘリでね、あれでいいんじゃない？フルトン回収システム。あれじゃダメなの？フルトンあるよね、確か。フルトンで。ダメか。はい。ということで、ちょっと、ここで今回は終わりたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。気になるところですけどね。